こんわんこ <laughs> だよこんにちはこんにちはかわいい <laughs> こんにちはこんにちはトリミングしたえそうなんやいやちょっと前にしたそう でもさそっからねちょっとねめいな体調が悪くてそうストレスでそうなんか他のね犬が怖くて嫌いだし外に出るのがめいな苦手なんですけどちょっとストレスであの体調が悪くなっててでも治りました。 そうめいなねお腹痛くなるんですよすぐそう受験終わりました3日間終わったよありがとうみんなこの3日間たくさん応援してくれて嬉しかったですみんなの応援のおかげで頑張りましたいやもうね今日が本当に 一番大変で <laughs> めっちゃ緊張したんですよ今日が一番ちょっと待ってちょっとめいなとスクショタイムしてとめいながあっちに行きたいみたいなのでかわいい <laughs> 癒し大好,き大好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 き <laughs> 大好き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 、まあ、そうこれ服はねさくらんぼちゃん着てるそれではメイナはちょっと退出しますバイバーイ <laughs> すごい勢いであっちに行ったんだけど <laughs> 出演料もらってる <laughs> 出演料もらってるんだけど今 <laughs> 出演料メーナありがとうございました <laughs> 出演してくれてありがとうございますメーナさん <laughs> 出演料まあだから出演料もらっています <laughs> そう出演料はねおやつですねそう今日が一番緊張したの なんかさ広島はねなんか試験3日間の中にこう自己表現っていうのがあって決められた分数の中でこう自分で言葉とかも全部考えてで全部暗記してこう PR その検,査検査官の方に PR するんだけどそうみんな共通なんですよリオだけじゃなくてみんな共通でそう公立高校の入試に みんな入ってるので、そう、そうリオがさ自己表現何言ったか聞きたいですか、<laughs> <laughs> そうもうめっちゃもう徹夜で考えたんですよ、もう何日も前から徹夜で考えて、そうしかもさ、実は、歌って踊ったんですよ。<laughs> 歌って踊って、あの、STU の息をする心を、サビを歌ったんですけど <laughs>。しかもさ、そう、でも30秒以内って決められてるから、その、歌って踊ったりするのも。だから、こう、30秒用に、こう、うまくやったんですけど、好きだーのとこあるじゃないですか <laughs>。で、検査官が2人だったんですけど、好きだー、好きだーって <laughs>。 検査官の方にこう爆裂して爆 <laughs> 裂してからあのやりきりましたでされをさそのそういうそういう検査官の方ってさめっちゃ怖くてさ始めますみたいな感じかと思ったんよそしたらめっちゃ優しくてお二人ともすごいニコニコして聞いてくださってて嬉しかった メイナ初めてちゃんと見たけど超可愛い。でしょうちのメイナちゃん。<laughs> うちのメイナちゃん本当に可愛いのよ。安心した顔してるそれはもう、安心しました。終わった後はもう。はぁ。終わった。みたいなでさ、安心してさ、なぜかさ、被れたんですよ。見えるかな今、薬塗ってて。そう、薬塗っててちょっと手刈ってるんですけど。なんか被れて、 顔がかぶれちゃったのそう明日もさお仕事あるけんさ大事な仕事までに直るといいんだけどさうもう本当に緊張しました <laughs> ここ最近で一番緊張したかもしれない <laughs> 練習してた失礼しますうまくいったいったいったいけましたよ 出演料あギフトありがとうだってさもう緊張しすぎてさこう面接もあるんだけどそのなんていうの質問されたこと覚えてないもん理 <laughs> な何質問されて自分が何,何て答えたかも緊張しすぎてもう覚えてない <laughs> 覚えてないんですよそうオーディションみたいな感じなの でもね、しっかりはっきり、こう、間がわかずに、ちゃんと答えれたことは覚えてるから、まあ、できることはやりきれました。あとは結果を待つのみなので。あ、そっか。何話したか言うんだっけ <laughs> 何話したか。えっとね、いろいろ話したよ。<laughs> いろいろ話しましたよ。 そうなんかさ、もうめっちゃ長いんですよ。うん自己表現が長くて、四つのボクレに面接官つられてなかった？えにやにやしてた？にやにやしてたよ。こうみたいな <laughs>。はい君合格本当。そうかぶれてるのほっぺと口の上が。 そうなんです。えちょっとさ全部やってみようかな。<laughs> いや全部はちょっとさすがにあれやけど。<laughs> あ、受験さんありがとうございます。中学三年生十五歳のリオツングと若村莉子です。ぜひフォローしてください。あもう四十七分。五時五分には男女を読まなきゃいけない。 ちょっとだけ見せてあげるね <laughs> ちょっとだけ見せてあげます行 <coughs> きますね事件番号ふん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 番の岡村里夫ですまず私がどういった人なのかをお話しさせてください私は夢や目標に向かってトリックするのが好きな性格です一つ一つ課題を立て一生懸命に取り組んできました負けず嫌いで一度決めたことは最後までやり遂げます 周りからは本当に真面目だねとよく言われますそして私は小さい頃から歌って踊ることが大好きでステージでパフォーマンスをしている時が一番幸せを感じます将来の夢はマルチに活躍できるアーティストになることですその夢を叶えるために私は中学1年生の時に STU48 という AKB48 の姉妹グループのオーディションを受け合格し 中学1年生から ST48 のメンバーとして学業と両立をしながらアイドル活動をしています。ここでその ST48 の楽曲を少し披露させてください。君と巡り合って僕は楽になった普通に息を吸って普通に吐いている好きだ好きだ 声に出してみる君が。君が好きだ。ありがとうございます。<laughs> こんな感じ。<laughs> こんな感じでやってました。そう、あの。も、これからはもっとあるんですけど。<笑><笑>そう。 まだまだまだありますよ。まだまだ話はめっちゃ続くんですけど。なんか5分以内に収めなきゃいけなくて、そう。完璧ほんと <laughs> 合格ですかそう、何回もね、調整したんですよ。そう、なんか超え、超えたらいけないから5分をね。そう。え、でね、みんなのことも話したよ。<laughs> みんなのことも話しました。ファンのみんなが応援してくれてるから、リオは。 こう夢に向かって進めているので <laughs> 感謝の気持ちでいっぱいですって言ったそうみんなのことも話した <laughs> そう遠方から時間をお金をかけて会いに来てくださるしこう私が活動の中での意味や目標を言うとそれをみんなで叶えようとしてくれていろんな形で応援してくださいます <laughs> そうファンのみんなのことも話しました <laughs> そうなんか自己表現だから自分がどんな人間かとかこう伝えるんですよねこうどうしていきたいかとか言うんですけどあそう今のは冒頭の一部なのでほんの一部なのでまだまだ話はもう長々と続,く続きますこんなに短くはございません <laughs> 嬉しいやった <laughs> 特技は芋つんですやばいそんな自己表現でさ、そんな真面目な感じの時にさ、芋つんやりますって言ってさ、芋 <laughs> つんやり始めたらもう、やばい子だってなるね。<laughs> 次のお話系で、ああの時の面接官さんだ。<laughs> 確かに、そうなってほしいかも。<laughs> そうなんか部屋の中に入ってやるんだけどこう外で待ってる人もいたから多分聞こえてたかもしれないリオの歌とか聞こえてそうリオ美白美人だね本当ですか <laughs> ほん、まあ、本当ですかって言っちゃった。 ありがとう。<laughs> で、お借りをしにできたかもしれません。<laughs> 次に待ってる人急に歌声聞こえてきてびっくりしたかも。確かにえ。でさ、その次に待ってる人が、なんと、その、友達になった子だったんですよ。<laughs> だからさ、その友達の子には、その名前はやったけど、 STU に入ってるってことも多分知らないし言ってないからだからびっくりしたと思う <laughs> でもね自己表現はね何でもやっていいんですよこうなんか <laughs> 危険な危険なものをこう使わなければ何でもやってよくて例えばさ今から なんかこの物質と物質をなんか混ぜて何々を作りますとか言って急になんかねやったりとか料理をしますとかもダメだしドリブルしますとかもダメなんですけどこう危険なものじゃないやつは大丈夫。 ライスは受験目に偶然ニューツの隣で一緒に合格して青春する未来になりたて <laughs> ウケるんだけど <laughs> あ。エス,カエ,アエスカレーターはいいですよ。でもさすがにさ、それは笑うじゃん。ちょっとさ、おかしい子だと思われるか <laughs>。あ、手品手品いいんじゃないえ、わかんない。トランプとかいいんじゃないわ分からんけど。ハトとか <laughs>、ハトを飛ばせますみたいなやつは多分ダメだけど <laughs>。 あの帽子からハートが出てくるとか多分ダメウケるんだけど「ゴリオパワー自己表現でやった?」やってない急にさ「ゴリオパワー」とか言ったらさちょっとちょっとねなぜドリブルがダメなんだろうだボールを使ったりするのは多分なんか窓とかに当たって割れたりとか。 したり、なんか転がったりしたら、ちょっと面倒だからじゃない <laughs> リオがボール使うのはもうそもそも危険だから。メイナを取り,し取り出しますはやばいんだけど。<laughs> 面白すぎる <laughs>。もうメイナお花畑するから、そんなことしたら <laughs>。お花畑して、もうパニック。もう自己表現しすぎる <laughs>。 メーナがもう逆に、メーナが自己表現しすぎちゃうから。<laughs> あら、まば五55分。え、待って待って。え、そう、あのさああ、ちょっとさ、筆ペンしかなくてさ、<laughs> ちょっとなんか、ちょっとごつい感じになったんですけど <laughs>。ちょっとね、筆圧があれなんですけど <laughs>。あの、お話し会の第12再犯の <laughs> 決済ミッションが、明日の、 23時59分までとなっております。このね、決済ミッションが一番大事で、あの、申し込んでくれた、くれて当選した方は、この決済ミッションをぜひ、あ、必ずよろしくお願いします。忘れちゃうと、リオとね、お話ができなくなっちゃうし、3月23日の2時間目がありがたいことに完売させてもらったんだけど、その完売も、こう、ミッション忘れちゃうと、こう、完売もなくなっちゃうので、 皆さん必ず決済ミッション明日の23時59分までに必ずよろしくお願いします <laughs> そう筆ペンしかなかった果たしじゃ <laughs> マジでおもろい果たしを受けるんだけど力強いでしょね重要でしょ重要重要が伝わるでしょ <laughs> あ、忘れてた忘れてたセーフ <laughs> 忘れないように、今日中に。まだ間に合います。あ、完了済みナイス決したい。あ、ありがとうみんな。嬉しいクリア。あ、誕生日見まーす。えー、っと、13位、小山っちさん、ありがとうございます。12位、ガンちゃんよしーさん、ありがとうございます。 十一ピットもさんありがとうございます。十位鈴鹿さんありがとうございます。九位ホリちゃんさんありがとうございます。八位ライリーさんありがとうございます。七位ヨネさんありがとうございます。六位ヨシカオくんさんありがとうございます。五位ラクラクさんありがとうございます。 4位、河竹岸くんさん、ありがとうございます。3位、辰原さん、ありがとうございます。2位、沢本龍二さん、ありがとうございます。そして、1位は、ドゥルドゥルドルドルルーパン、湯どきさん、ありがとうございます。イェーイ。ありがとう。 いい笑顔嬉しい <laughs> イエイもう安心して安心してます <laughs> あとは結果を待つのみですねてか2月今日で終わり2月皆さんありがとうございました <laughs> 明日からの3月もよろしくお願いしますあ今日も可愛かった嬉しい ね、もう時間の進みが早すぎて。一、ゆずけちさん、ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。もう本当に皆さんのたくさんの応援のおかげで、三日間受験。頑張って乗り越えることができました。<laughs> 自己表現でも。 いつも応援してくれてるみんなのことが言えてよかったです。<laughs> 本当に応援ありがとうございました。あとは結果を待つのみなので、みんなにいい報告ができるように祈ります。<laughs> それでは、万一明日は、まだ明日のお仕事のスケジュールが来てなくて、だから、 朝になるか夜になるかちょっとわからないんですけど、よろしくお願いします。明日からメール登録ありがとう皆さん、リオツメールおすすめなので、ぜひ取ってください !ST48 メール。あの、付き始めがおすすめなので、明日がおすすめです <laughs> よろしくお願いします。バイツー